降旗秀樹さんは2年前、農林水産省の職員として灌漑や排水の技術を広めるためタイに派遣されていました。少年らが洞窟に閉じ込められた際には現場で洞窟内の排水を指示したり、迂回する水路を作る方法などを指導しました。大雨来たらどうしようっていうのは正直なところですね。これが続いたらこれは勝てないかなっていう思いでした。降旗さんの助言で洞窟内の水位は下がり、少年らの救出が可能になったということです。人事院はこうした活動を認め、優れた公務員に贈られる人事院総裁賞を12日に授与する方針です。